ョンさんスーパーパャットありがとうございますえ今年はいろいろありましたね。ウクライナに始まり、安倍さん、エリザベス女王、石原元都知事など、えー、亡くなりました。和也さんが一番印象に残ったニュースは何でしょうか。やっぱりケツ穴確定ですかね。どのニュースよりも熱く語ってましたもんね。来年が皆さんにとっていい年となることを願っています。よいよ年をっていう。いや、でも僕はやっぱ安倍さんじゃないですかね。今年は。うんだって他に。 いいいやいろいろありましたよそのウクライナ侵攻とかあのあれも今年でしょあのゆっくり茶番劇とかさなんかいろんなねその事象は起こったんだけどもやっぱ記憶に鮮明に残ってるっていうのはしかもまだ参院選中だったからねやっぱ安倍さんの、えー、その暗殺安倍さんの死っていうものが大きかったと思いますね。 であの山上容疑者もようやく責任能力ありということが判断されて、まあ、年明けに起訴されるという話になってますので、まあ、ようやくだなと、まあ、半年ぐらい経ってますからねようやく、えー、進んできたなというのはあるわけですよ。いや,他うーんやっぱ安倍さんですよねこれはもうだって歴史の教科書に載るようなあの話ですし。 まあ皆さんも多分、今年いろいろなね、あのなんかプライベートなことでも、社会的なことでも、さまざまあったと思いますけど、うやっぱ安倍さんの件が大きかったんじゃないかな安倍さんの死からの、まあ、そして参院選があって、で、国葬があって、で、エリザベス女王も亡くなりとか、非常になんか、下半期が濃かったですよね。上半期ってなんだ、まあ、北京五輪があったとか 韓国の大統領が変わったとか、だからそういう、まあその、ウクライナ侵攻もありましたし、そういうのありましたけど、なんてうの、やっぱ下半期、うーん、ですかね。ということで、えー、次行きましょうか、えー。日経平均、年間で4年ぶり下落。大納会終わり値、2万6094円と、これ日経新聞が伝えてるんですけども、皆さんどうですか株とかやってますか僕、あの、まあ、イデコとか、 えーまあ、積み立て n i ですとかやってるというのはこれまでの動画とか生放送でも言ってきましたけども今年はねよくないですよねいや個別株をねいくつか持ってるんですけど今年はね正直あんまりいい1年ではなかったなと思います2022年の大納会を迎えた30日の東京株式市場で日経平均株価は3日ぶりに小幅に反発し前日比83銭高の2万 えー、6094円50銭で取引を終えた年間ベースでは2697円9%安と4年ぶりの下落となったインフレ抑制を目的に FRB をはじめ世界の中銀が積極的な利上げに動く中景気,景気悪化懸念から株式への売りが優勢となった1年だったということですねまああのこのね大納会にあの 岸田総理も駆けつけたわけですけれども、あの市場関係者、どう思ってたんですかね、お前のせいだよって思ってた人いるんじゃないですかね、お前の政策のせいで株価落ちたんだよっていう、歓迎してねえよみたいな雰囲気あったんじゃないかな、まあ、岸田総理はね、あの演説で、あの新しい資本主義とか、あのなんか自分のやってる政策について述べてましたけれども、ちょっとあれはお呼びじゃなかったんじゃないかな。 そう貧乏神っていうか、もうなんか薬病神っていうかね、求められてないですよね、岸田さんね。えー、でそんな岸田さん、えー、首相、えー、増税前選挙発言に破門、周辺が火消し、自民幹部、解散するにしても来年は早すぎると、読売新聞が伝えています、えー。岸田首相が防衛費増額に伴う増税を行う前に、衆院選が行われるとの認識を示したことが波紋を呼んでいる。 首相が来年中の衆院解散、総選挙に踏み切るとの憶測が広がったためだ、首相周辺は火消しに躍起で、えー、首相の専権事項である解散の選択肢を狭めることは避けたい考えだということで、まあ、なんかやべえと思ったのか、岸田さんもちょっと軌道修正して、ですね、えー、増税前の選挙も日程上の可能性としてありうると言っただけだと、沈静化を図ったということですね。 これは政府交換の発言ですねそもそものきっかけは増税に慎重な自民党安倍派の萩生田政調会長が25日のテレビ番組で7月の参院選で増税は約束していない明確な方向性が出た時には国民に判断いただく必要もあると述べ増税前の衆院解散を求めたことだったということですね、まあ、今、安倍派の中でのまあ権力闘争ってあるわけじゃないですか。その安倍さんが亡くなって 安倍派のの代表のポストっってて空席になってるわけですよだからその辺んで、まあ、萩生田さんなのか、えー、まあ西村さんなのか、塩屋さんなのか、誰なのかっていう、その辺の権力闘争もあるし、だからそこで目立つために、ちょっとね、首相に、あの岸田さんに仕掛けを打っていくというのも、なんか分からんではないですし、どうでしょうね、でも。 岸田さん的には、まあ、今解散したとしても、野党がくずすぎて、どうせ自民党だよっていうおごりがあると思うんですよね。だからこそちょっと腹立たしいというか、今、多分ね、僕のチャンネル見てる人ってね、岸田さん支持してる人って、ね、ほぼいないと思うんですよ。ほとんどが、多分批判的に見てる人は、あのあの批判的に見てるんじゃないかなと思うんですけど、 かといって立憲はないしなっていう、なんかその難しさね。ちょっとこの年末に世論調査やってみますか、かなり偏った調査になりますけど、あなたは岸田政権を支持している、支持しない、わからない、この3択で聞いていますが、いかがでしょうか、ドン <laughs>、支持している3.8%ですよ。 支持しない89.7%、分からない6.4%っていう、これはもうなんか、朝日新聞、毎日新聞よりひどいかもしれないですね。これはもう、なんか、赤旗よりひどいかもしれないですよ、この数字っていうのは、逆に。赤旗とかそういう極左系の、そうなんか、世論調査より。いやー、偏ってますね、民意を示されたって。 もうほとんどが2、もうほぼ90%が2に入れてましたからね。まあ、逆にどうでしょうね、強引に褒めておくとしたら、経済以外は、まあ割と状況対応はしてるのかなとは思いますけどね、その防衛力の向上であったりとか、防衛費増やしますよとか。 あとウクライナを巡る対応ですとか、そういうものは他国、まあ、特にアメリカですけど、に合わせて対応はしているのかなと、それはやっぱまあ評価すべき点としてはあるとは思いますけど、ただやっぱ経済で台無しにしてるっていうね、そこがやっぱ岸田さん、大丈夫かと、<laughs> それは誰,誰でもできたんじゃないっていう <laughs>。 まあそう言われてしまうと、まあ、そうなんですよねだってこれ岸田さんじゃなくてもだって岸田さん言い方やったらさらに先手打ってる可能性もあるんですよ岸田さんだから合わせ打ち的に打ってるだけで先にこうほまの、あ、前回の総裁選でいうと、まあ、やっぱ仕掛けてたんじゃないかなっていう気もしますけどね だからそれを評価すべきなのかっていうのはまた論点としてはあるんですけど、まあ現実的な事象として、まあ、岸田総理、そういうことやってるので、まあ評価してもいいんじゃないかなと思いますけどね、まあ、来年ね、ちょっと株価も上げてほしいですし、といってもちょっと厳しいかな、上がる要素ないからね、1月1日も、えー、サンデーブレイク動画は投稿する予定です。 まあ明日もね、動画投稿する予定ですので、それをぜひ見ていただきたいなと思います。えー、4日、そして今週土曜日の生放送はお休みになりますけれども、来週の水曜日から生放送もやりますし、土曜日の配信も毎週やっていくという感じなので、今年も皆さんどうぞよろしくお願いします。